一般的なドラフトチャンバーの例ドラフトチャンバーとは、科学実験などで有害な機体が発生するときや、揮発性の有害物質を取り扱うとき、もしくは有害微生物を扱うときに、安全のために用いる局所排気装置の一種。一般的な故障として、ドラフト、ドラフト装置、ハイちゃん、ドラちゃんなどがある。英語では、フューメフード、または、フューメカップボードもしくは単に、 フードと呼ばれており、日本国内においても、国際的な環境安全教育の観点から、ヒュームフードと呼ぶことを推奨する見解がある。水道、ガスなどの配管を持つ大型の箱状のものが多く、全面が上下にスライドする、ガラス窓となっており、少し開けて、下から手を入れて、実験操作を行うことが可能である。単に廃棄するだけでなく、 排気と同時に吸気することで部屋の温度変化や気圧変化を防ぐ、排気を浄化する、自動的に消化できるなど、多くの機能を併せ持つものもある。また爆発が起きた場合でも、ガラス窓が飛び散らないようになっているものもある。本体に様々なタイプがある。排気ファンにも種類があり、これを交換したものを設置することもできる。 ドラフトには様々な種類があり、取り扱う内容に対して使用されるべきドラフトの素材、構造が異なる。設置は専門業者と検討した上で行われる。日本の専門業者には、島津理科、ダルトン、オリエンタル技研工業、岡村製作所、プロックス、ヤマト科学、アズワン、サッチ金属工業、協立製作所等がある。なお、 日本においてはガスが排出される構造に対する法、規制として、労働安全衛生法下の特定科学、物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則などがあるため、ドラフトチャンバーなどを適切に用いることでこれらの法規制を遵守することが必要とされる。試薬を開封する際や、溶媒加温時に、有毒あるいは悪臭を持つガスが発生する場合に、ドラフトが用いられる。 操作の上で必要な場合、取り扱う装置や機器があらかじめガラス窓の内側に設置される。分析機器を利用するためにドラフトが設置されることもある。ガラス窓の外側に設置されたパネル状のスイッチで内側の照明や排ガス、水道、ガスなどの使用開始、停止が操作できる。前面の大きなガラス窓は十分な吸気風量を保つつ,つ、 実験操作が行える程度の適正な高さに調整して使用される。ありがとうございます。